大竹紳士講演録火曜日に格週でご登場です政治学者の中島たけしさんスタジオに初登場よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいねやっぱりリモートとちょっと違うよねねはいらしていただくとねありがとうございますリモートで拝見するよりこう全体にこうあの日焼けされたあのアクティブな印象ですね全然アクティブではないんですけど子供と遊んでるだけで外ではい日焼けしてますあそうですか結構日焼けされてなんかリモートだとねこう本本壇のみたいななんかこうなんか ね研究室みたいなところから、はい、なのでね。うんはい、いやありがとうございます。違いますが今日は日本の教育の現状、はい、という。そうですねあの、はい、ランドセルが重いっていう話をですね,ねさせてい,、ねえー、いただければと思っているんですけれども私はあの小学校2年生の息子がいるんですけれども。 今めちゃくちゃゃく重たいんですよねでまず何でそんなに重たくなっているのかっていうとあの、まあ、ゆとり教育っていうのが批判をされてそれからですね教科書がどん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 分厚くなってきてるんですねいろんなことをもう詰め込みというか教えないといけないっていうことで、まあ、教材が重くなっているさらに コロナになってタブレットっていうのが増えたんですよね。つまりあのリモートで授業が受けれるようにっていうので、一台一台ですねこう学あの子どもたちがタブレットっていうのを持ってるんですが、うん、デジタル端末ですよね。そうなんですよ。うん、あれ重たいよね。あれ結構重たいんですよ。うん、であれで宿題が出たりとかするもんですから。 学校に置いとけないんですよねまあ、貴重品だっていうのもあるしそれから家でうちの場合なんかは充電してきてくださいねっていうところなんですけれども、ね、場合によって学校によっては充電器まで持ち運びしたりとかしているともっと重たい重たいんですでさらにね水筒まで持ってこいっていう話になってるんですねでやっぱり感染の問題っていうのがあるので、うんはい、そのランドセル背負って例えば月曜日とかだと、うん いいろんな何か持っていくものがありますよね体操服とかなんとかっていうのを持ちそして首からですねあの水筒を下げていくでこれ小学校1年生2年生の子にとってものすごい実は重たいんですね。 じゃんけんでじゃんけんで負けたらね,ね、はい、人のランドセルを持たなくちゃいけなかったからね。あ <laughs> りましたね。<ー>なんか最近散歩セルって言ってね、はい、こうキャリーバッグみたいに引っ張れるランドセルがなんかね、はい、こう話題になってますけどね,、はいはい、ねあんまり良くいからって,ってなのでまあああいうことをっていう風うに子供たちが考えたらしいんですけれども、うん、それでも。 どうも大人たちは自分たちの頃はみたいな話でですね、うん、それを批判したりするんですけども僕たちが子どもの頃よりもですね僕47歳なんですが、はい、よほど重たいんですよ。そ,それでですからあの新聞の報道によると約3人に1人ぐらいがですね、うん、中学時にや通学の時にですね、うん、肩や腰、背中にこう体の痛みを訴えているとさら、うん、にですね、えー、2.7人に1人が。 重い荷物をもう背負うのが億劫で登校をこう嫌がるっていうそういう経験があるっていう、うん、そんなことがあるんですね。うん、それは小学校の,のどっちかっていうと低学年の方に多いってことですか？まそうあの体のねバランスからするとそうなんじゃないかなというふうに思いますけれども。だから坂の多い町とかだと非常に大変だと思うんですね。うん、でこれ起き弁とて言って学 に教材を置いておけばいいじゃないかっていう話になるんですけれどもこれもやっぱり宿題とかがですねやっぱりかつてより多いんですよだからちゃんとこれ持って帰りなさいって言われるのでまあ大量の荷物を持ち運びしてるっていうのが今の子供なんですねで教科も増えているんですよ英語が増えたりとかですねなのでまあ大人たちのまあなんていうんですかねこうしわ寄せっていうのがあのランドセルのこう重さっていうところにどん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 凝縮されちゃってる。 なんか日本の教育の在り方っていうのをすごくこうなんかあれをのランドセルを通じてです、ね、透けて見えてくるような、うん、そんんなことのよううに思うんですねしかもそのランドセルも親たちとか、ねはい、おじいちゃんとかおばあちゃんも加わって、はい、そうなんですよねあも,なんかものすごい高くなってるって。はい ね、56万もっと高いものを10万とかを毎回、新調するわけですよねだから、あれもなんかもしかしたらね、そんなあの新品にこだわらなくてもこうきれいにしてね、あの中古で回していくとか、サブスクリプション制にするとか、うん、新しい形にしてもいいかも、みんながそれ、賄えるとは限らないじゃないですか。んな高い高いみたいですねです今ね今ごくだから、ね、あの 高いのも大変やはりこうね、あのー、貧困格差の問題っていうのがこういうところにも大きく重くのしかかってくるもんですからうん、うん、ナップサックでいいじゃないかっていうふうに思ったりするんですけれどもね、はい、みんんな禁止使って言うんですかね同じものを っていうのが日本の同調圧力として非常に強くって、これ別のあのニュースなんですけれども、数ヶ月前のものなんですが、北海道にあの総マヨヨカさんっていうですね、12歳のお子さんがいて、このお子さんあの天才ドラマーと言われる、僕もあの YouTube で見たことあるんですけど、ものすごい上手なんです。ドラムを叩くんですね。はい、そうなんです。で、この子がですね、あのもう日本はいいっていうのでですね、アメリカに行っちゃうっていうそういうニュースがあったんですね。はい。 でなんでかっていうと音楽の授業が嫌いだって言うんです。うん、で、もう天才ドラマーと言われてる子なのに音楽の授業が嫌だ。うんうん、でなんでかっていうと決められたやり方で正確に演奏しないといけないと。うん、それでないとこうまあいろいろ怒られたりするわけですね。うんうん、でもうとにかく日本の学校っていうのは最初から答えが決まってると。うん、だからその通りにやらないといけないっていうこう、うん、禁止つか。 っていうものに、うん、やっぱり彼女は耐えかねてる、うん、で学芸会でこうドラムを演奏したことが小学校1年生の時にあったらしいんですけれども、うん、2>, 2年生からはもう叩かしてもらえなくなったそうなんですね。うん、みんなで演奏ですからっていうんですね、うん、で他の子のパートがなくなるっていうので、うん、同一にしろっていうことになって彼女は学校の演奏もできないと。うん、で、うん、もう あの自由っていうものがなかなかこう自分の個性みたいなものが認めてもらえないっていうのでアメリカにに行こううっていう風に決意をした確かにこう子どものですねものを見ててもあの僕幼稚園でびっくりしたのは。 目はこうやって描くんでですすよとかですね<ー>眉毛はこうやって描くんですよとかって言われて絵を描いてるとみんな同じ顔の絵を描き始めたりしてもう人生で一番独創的で面白い絵が描ける年齢なのに <laughs> そうなんですよねええというふうに思ったりするんですがけども先生もね年始にやってくださってるからそれはなんていうふうに言うものもなーと親とかとしてはね思ったりするんですけれどもどうしてもこの画一家っていうものをどうしても僕たちはやらせたいっていう願望が。 ランドセルとかこういう秀でた能力を持っているお子さんが嫌になっちゃうとかっていうところに響いてるんじゃないかなというふうに思えてしまいますねまあでももともと教育みたいなことはなんかこう均一化を結構図ってこの将来この日本の国でなんかこう なんてうのサラリーマンになるなりなんとかするなりのなんていうかその場みたいなはみ出していかない場みたいな昔からそういうのは学校にはありましたよね。中島さんそれはきっとそういうまあ均一な人材を大量に育成する必要な時代だったんでですねおっっしゃる通りりやぱですね。 近代の初め頃にですね、あの風光という人が「ですねこれ監獄の誕生」という本を書いているんですけれどもみんな実はですね8時間とかずっと机に向かって同じ作業をするなんて昔の人、できなかったんですよ。はいはい、これ訓練しなないいとできないんできんすねじゃあどこで訓練するのかというと学校で訓練すると、うん、学校の先生が座ってです、ね、あの喋、うん、っている間じっと座って聞いている、うんうん、校長先生の話ってつまんない方が重要なんです。うんうんうん 面白いと聞けるんですけどつまんない話でもじーっと炎天下で立って聞くことのできる体をトレーニングされてるんですよねあれ本当にわざとつまんなくしてたの、はい、<laughs> うも本質的につま,つまんないんじゃないな <laughs> で、そうやって僕たちは規律訓練をされてくる。そうですね。そうですね。そうやって、あの、工場労働者とか、あるいは、いつでも軍人兵隊へと徴用が可能な体に作り変えていく。っていうのが、学校教育に求められていた。んですがなんでこんなことしなくちゃいけないのかとか、自分はそうは思わないとかって考える人が。大衆の中にたくさんいると、国は面倒くさいから。そうならないように訓練したってことですね。そうですね。まあ、それプラスね、西南戦争という戦争があった時に。明治。 政府はこれ九州で戦争したもんですから兵隊を全部こう東京に送るのが大変で現地の農民とかを徴用したんですねで最後高森軍と戦わせたんですけどもその農民の人たちが戦力にならなかったんです、うん、なんでかというと前へ進めて号令かけても一斉に進んでくれないんですよ4分の4拍子で歩くとかっていうのも当然そんなリズムが身体化されていないのでできないので4分の4拍子を叩き込まないといけないっていうのが 音楽教育のすごく重要なポイントでもあったんですね音楽つまり全部こう ある種、兵隊へと転化できる資本主義の中で毎日毎日同じ労働ができるような身体を作っていくという要請だったんですが、うん、最近変わりつつありますけど、はい、でもつい最近までの部活だって、ね、言ってみれば企業戦士として長時間労働で、うんはい、もう何も考えずどこまでも行軍できる人を作るための訓練の場でしたよよねね、はいはいはい、そうなんですよ、ね、けど僕、大学とかで教えていてもやっぱりこれからですね必要な人っていうのはそういうものよりも。 もっっとこう独創性を持ってですねいろんなこと AI がやってくれる時代がやってきますので、うん、それよりも自分の発想とかを新しくこういろんなものを作っていくような人っていうのが求められてるんですけれどもなんかどうしてもそれを消していくような方向へと日本の教育があるとすれば時代からずれてるんじゃないかなとい思ますね、うんうん、もう音楽でジャズとかねいろんなの、はい、でそういうことをするには。はいはい どこをどう変えればそうなるんですか、それでも変わんないんですか、ね、こ,れこれはあのかなり時間がかかると思います、先生も長い年月をかけて自分がこれが正しいと思ってやってきたこととかがあると思うので、うんまあ、一つ一つ変えていかないといけないんですけれども、文部科学省も頑張ってるとは思うんですけれども、何かちょっとこのランドセルの問題なんかを見ると、逆行してるなっていうふうに思っちゃいますね。うんまあ、数学とかかなんかこう ちゃんととと段取り踏まないとできないいできこともあるからね、はい、それはそれでやんなくちゃいけないんだろうけど、うん、もっとこっち側に自由な何かみたいな絵を描くとか、うん、でそれから楽器を弾くとか、うん、そういうのはもっと自由な場所がこっち側にちゃんとないとね数学もでもいろんな解き方があるじゃないですか。っ、うんはいう、はいね、のは私別にオーストラリアが夢の国ってわけじゃないですよ、うん、オーストラリアは教育にだって問題はあるんです。た、うん、ただオーストラリアのの教育でびっくりしたのが、うん 小学校の時からなんですけどテストの点に納得いかなかったら先生に交渉できるんですよ。先生この点僕こここうふうにた息子はね僕こここうふうに考えてこう書いたんでここは点もうちょっともらってもいいと思いますって先生に言えるの。でね言ってね先生が「なるほどね」って言うとねそれね加算されたりするんですよ。でそれね当たり前にできるんですよ小中高ってそれが大学もですけどだからせめて日本もそういうなんか。 それはそれで面倒くせえなって,いううってでもさ決められたやり方で決められた答えに行かない限りり「ツじゃなくてんかその人なりの考え方とかさ、うん、あこういうやり方前だねっていうのを交渉できるんだってことも,学ぶでもこ文科省がねなんかみんなあの教育実習やったりとか今までとそうやって先生になってくるわけでしょ。今中島さんが言うみたいに まあ、じまあだからそれとは別な意味なんか名前は分かんないけど自由な学校があるじゃないなんか何しててもいいよみたいな学校も、はい、<の>フリースクールとか言ろれてるフリースクールみたいなのもね、はい、あるじゃないでそういうところとをもうちょっと大きくしていくとかそうですねですから、うん、はい。 なかなか学校の教育にこうやっぱり馴染めない子たちっていうのがこう民間のこうフリースクールに行くっていうことに今なってるんですが、そうですね、公教育にそれだけの幅を持たせてほしいです、ねうん。そうなんですよ。そういうようなものとこうセットでですね、組み合わせて選べるようにしてあげるっていうのが僕はいいんじゃないかなと思いますね。はい。のその象徴的なのがやっぱりランドセルになんか親のなんか力も全部加わって一つのランドセルになって。 それが重たくなっていくっていうのも、なんか関係してるみたいだね。はい、ねそんなふうに私は思いました。そうですか。中島さんの学生さんたちはね、はい、あののびのびと大学で学び直すことができていいですね。<laughs> そう、そうあってほしいなと思いますね。はい。 えー、東京工業大学で、えー、教鞭を取っていらっしゃいますけれども、うん、中島たけしさんです。またえっ、ー、と二週に一度のご登場ですので、大竹紳士講演録、えー、火曜日各週でのご登場となります。本日は中島たけしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日水曜日は北太郎さんのご登場です。